中日対 DeNA の対戦成績がひどすぎる。2023年対 DeNA、 3試合0勝3敗、得点1失点12、打率1割7、ブロクリン防御率 4.32。 ちなみに2022年は25試合6勝18敗1分け。去年よりひどいけど、さすがにもうちょい揺り戻しあるよね。三浦って立浪の弱み握ってんの。強打がないチームを狩るのが上手すぎる。昨日は完璧なまでにナボド野球してたわ。横浜が弱い相手にいかに落とさないかが一番大事。天敵ガゼルマンがいない今回のローテは勝ち越しチャンスやね。吉見とかチェンとかにケチョンケチョンにされた恨みは忘れてへんで、もっと容赦なくボコるで。これビジターでもこんなんじゃ一勝もできないままシーズン終わるのもありえる。マルティネス大抜きは1失点はするから、完封したら勝ちやん。先輩チャレンジ。試合出れへんけど首位のチーム、試合出れるけど最下位のチーム、強打はどっちが幸せやったんやろ。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。